私いつもこうやって横になっちゃうんですかね、はい、そうそうすだからこうっ<て>あめっちゃいいじゃないですかえ、すごいすっと下ろしただけで全部が処理されると初めてグリップエンドが下向いてるなって感覚がありましたそ,、ね、その感覚あると思います、はい、ゴルフって楽しいって今思いました <laughs> そうですか、それは良かったです, <laughs> そうですそうです、そんな感じでいいんでうん、うん、ちょっと違和感あると思いますね その中でできれば腕が勝手に落ちるっていうから落としちゃう腕を落とすってこっちの方向でしょボールない方向に腕が落ちるそれを許しちゃうっていう感じですよね。ダフ、えーり,ね、りそうなんだけど、ね、実際はダフらないで,でも体もありますもん、ねうん、あのそれはねちょっと体の話もしなきゃいけないんですけど<ー>僕は体の専門家じゃないんで、うんあのー、ちょっとはな話したくないんですけど<ー>実際は,は,いはい、はい このテイクバックをするでしょ。はい、アドレスの状態というのは前傾角がある、はい、ありますよね。はいはい、でトップに行きますよね。はい、でトップに行っても前傾してるじゃないですか。はい、でもこれ前傾してないんですよ。前傾しますよ。これわかります。これって実際はこうすると前傾するように見えるじゃないですか。はい、なんだけど結局これ肩が九十度。はい、この肩の九十度を ただ戻しますよねあれそうしたらこのサイドベンドが入ってるでしょ、はい、このサイドベンドを戻すと立っちゃうでしょ、はい、ってことはこのテイクバックの間に何が起きているかというとう、はい、何が起きているんですか、はい、前傾角そしてテイクバック肩の九十度を戻す そそしてそのサイドベント、はい、これを戻すと立っちゃうんですよね。はい、ってことは切り返しのととこころででは、実は実傾がなないってことなんですよ。すなわち最初にやったこの前傾角度というのはこのサイドベントに置き換えられてるだけなんですよ。そういういことか、はい、そうですってことは何が起こるかっていうと実際この状況って前傾が取れてる状況に見えるけど実際はこうなっちゃってるわけですよ。 ってことはやることっていうのはこっから先にやんなきゃいけないことはグリップエンド方向に出力をしてそして前傾を確保しなきゃいけないんですよ先に分かりますはい。こっちからこっちに移動してそうです移動してるから当然このベンドを戻さなきゃいけないんですよお,おへそを下に向けるような形でってことはボールに向かっちゃいけないってことですすなわちこうしてボールに向かうとそのまま こうなるでしょ、はい、だから前傾角はないのにまたこのような状況を作るわけなんですよ。そうじゃなくてここではもう前傾角はないからだからそれを回復するっていうですねおへそを下に向けていくような動きそれとグリップエンドを引っ張るっていうことは整合するんですよ。はいはい、だから腕を下ろさなきゃいけないんですよ。はい、体を改善させるわけじゃなくて腕を下ろさなきゃいけないんですよ。 ボールのない方にははい、はい。だからその木野さんの考え方だとここでまだ前傾角があるから腕を下ろすとダフっちゃうと思うじゃないですか、はいはい、そうじゃないんですよここではもう前傾角がないから、はい、むしろ腕を下ろさなきゃダメなんですよ、はい、あそうこの左のサイドベントにき取られちゃったからそうです映っている前傾を戻さなきゃいけないんですよなるほど。だから腕を下ろして 開放です。だからその時に感覚としては、要するに横にこういうふうに回転する感覚はないんですよ実際。だからゴルフは気持ち悪いんですよ。だからあの野球をしていた人がゴルフをやるとみんなスライスやっていうのはそういうことなダフってスライスするんですよ。待ってめちゃくちゃ横に回転してる感覚があるんですよ今。だからむしろむしろ縦にこんな感じで。<laughs> の感覚で,で、の感覚でいいってことですね。F っていいってこと、はいうか、はああ、でもそうですね。確かにこここ言われてみれば、ここの時ここ前傾してないですもんね。そうですそうです。確かに確かに。言われてみればここからめっちゃここ伸びちゃってますもんね。そうです。それで前傾角を回復させるために同時にこうでそうです。 もう終わっ,ちゃっていいそれで終わればいいんです正しいエネルギーを与えてるからあとは勝手にクラブは仕事するだけなんでそれで終わりです、はい、そう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 いい感じです終わったつもりなんですけど <laughs> あいい動きですね悪くないですよちょっと違和感があるからあれですけど本当に回ってるけど回ってる感覚じゃなくて<う>頑張って下ろすみたいな感じです まあいろいろとまあ直したいところあるけどあの大切なのはそこですね。で、もし下に出力して腕を落とそうとしたらこの木野さんのこのアドレスは腰の位置が低すぎるんですよ。えどういうことですか？腰の位置が低い。僕の目線から見るとこんな感じのアドレス。めあわかります。そうすると横に回転する感ないでしょ。はい。そうじゃなくて下に出力しておろおろすとしたらもっと腰を高くしてアドレスとなるといいます。 そうなんですかだから私、いつもこうやって横になっちゃうんですかねだからこう,こう腰を高くして初エネルギーを出せば勝手に左肩が下がるってことですね左肩が下がって右肩が上がるってことです私その体勢すっごくやりにくいですよ、ね、それはあのアドレスにもポイントがあるんですよ、ね、あでも確かにこうやっていう感じにしたらそういうことですね。そう で、その時に今もあれなんですけど、<laughs> こっから折ってんじゃないですか？はい、こっから、はい、よく言われますよね。はい、そうするとね。何が起こるかというと、これ骨盤潰れてるでしょ。骨<盤>ここの骨盤潰れてるでしょ、はいはい、で。こうするとダウンに入ったら開くしかなくなっちゃうんですよ。<え>そうじゃなくて、今このようにアドレスしているとしたら、ちょっと反り腰になる感じで押しが出っ張ってるような感じで、はい、これ一見かっこいい。アドレスに見えますけど、こうじゃなくてできればアマチュアの人は？ 立ててほしいんですよ。えー、骨盤を立てて。この。まあ、溝内というか、この辺りの腹圧を入れるような状況で。高い腰を維持してほしいです。そうすると、何が起こるかというとですね。この。骨盤こう開きますよね。開いてます。開いたものは。潰れて。前傾を回復してくれるってことです。あ、こここから、こうするってことですね。そうこの、こう骨盤ちょっと立てて。腹、はい、圧を入れて。溝打ちぐらいのところから。こう。 体曲げていく感じですね。うん、そうです。あ、これはいいと。プロはね、プロの人はそれが自然にできているんですよ。で、でほぼほぼこの背中のラインに対して骨盤が綺麗にこう入ってる状況なんですけど、アマチュアプレーヤーの方はこういう人が多いです。こう、はい、こうなってさらにこういう人ですね。はい。そうすると横に回転しちゃうし、膨大ダークラブエネルギーが下に向こう向かった時にここが潰れてるから。 こうやって処理しなきゃいけなくなっちゃうっていうことなんですよね。<ー>なので。僕は体をどうのこうのって僕は言いたくないんですけど。うん、ただ比べエネルギーが膨大に入った時に。その。体がね。あのちゃんと反応して。もらいたいポジションにいてほしいってことですね。うん、でも、このアドレスは。やったことない。ですそう、やったことないから、多分違和感があるから。あの難しいんですけど。まあ、あの一度やっていただいて。えー まあ試していただくのもいいいいと思いますよ。なるほど。確かにこうしてこう骨盤がもっとこう立つ。そうこれです。はい、はい、この感じで<ー>そうしたらねあの前傾角を、うん、あすいません回復する形で下に出力できます。ま<で>めっちゃいいじゃないですか。え,そうそうえすごい。進むめっちゃいいです。もう一回でできましたね。 全然違うでしょ今までめっちゃ横に振ってたっていうほどの<笑><笑>いやいやそうですよ、ね、今すごいだからねこれはねでもねもうちょっと体の専門家にちゃんと聞いてほしいですあ<ー>あの多分間違ってないと思うけど僕はゴルフクラブの専門家なんでクラ,ブ、はい、クラブエネルギーの専門家なんでんじゃなくてゴルフクラブエネルギーのがせっかく下に出てるのに。 こここが潰れててるるからこうやっっ理しななきゃいけない,人がい,っぱいいいいけ人ぱんですよ、うん、それはもったいないなっていう話なんですよ。で、うん、あまりにも日本ではこういう反り腰でこうなんかここにバーの椅子に座ったままみたいな感じの人が多いんですよね。うん、そうすると横回転が決まっちゃうしここが潰れてるから縦で動けって言ったってそれできるわけないんですよ。それだてもうちょっと深くでこ,のこの辺からベンドしてこの骨盤を縦で置くってことです そうしたら勝手にクラブをすっと下ろしただけで全部が処理されると <laughs> 初めてグリップエンドが下向いてるなって感あり覚ああまそのると思います、はい、今まではなんかうん、まあ、ちょっとどこだろうみたいな感じだったのがめちゃくちゃ地面向いてるっていうそれでこれ,すごいあ,それあとすっと下ろせるだけで終わりでしょ。はい、だってこうそういう状況だったらグリップっていうのはこっちに下ろしかなくなるんですよ。うんうん だ衝撃すぎてもうここの一瞬しか頭にないままし。あ,あもうそのその一瞬で終わるんですよ。確かに。ほとんどダウンっていうのはこの切り返し P4 って言うんですよ。P4 か P5 っていうあたりのこの直線路で終わりです。で、これ超楽でしたよ。そう楽でしょ。だからここをプってやったらあといつまにかにここにいるっていう。い本当。うう感じでしょ。初めてその感じが出ました。<laughs> だ、それはゴルフクラブが仕事したってことです。あ、知ってくれた。そうですそうです。 なんだけど今までのスイングはどちらかと言うと途中で押すからローテーションぐらいて遅れるだから一生懸命合わせようと思ってインパクトスピンで一生懸命やるんですよ。え、でもヘッドは動いてないっていう。え、ゴルフって楽しいって今思いました。<laughs> <laughs> そうですか、それは良かったです <laughs>。ちょっとピュってやったらえしかもすごいスピード出た感じしましたよ。いやそうですよね、いや実際スピード出てます。くるって、うん、くるってね、そう。へー、すっごい。 すごいボールが上からだからあとは本当はもう少しあのフォローサイドをリリュースしていきたいんですけど<ー>やっぱりどうしても頭の中でインパクトの衝撃に耐えなきゃいけないとかそう,、ね、そういう意識があるからちょっとこの辺でで牛耳るんですよねだからこれ牛耳らずにスンって言ってほしいんですよ。これはもう もう本当ジュニアの時からです。高校生の時から、首がないタイプ。あ、わかります。だからもうキリンのように長くしてとか言って。そうそれは正しいですよ。キリンのように長くしないとボディと腕がつながらないんですよね。ボディと腕のつながりを確保しとおかなきゃいけないです。常にそういうポジションでゴルフをしなきゃいけないってことですよ。例えばちょっとアドレスしてもらっていいですか。そう。行方さんは割とアドレス綺麗ですけど、多分これでもね。 このボディと腕外れてるんですよ、少し。うん、多分、僕のちょっとアドレス。どういうことですか、ね、同じようにヘッ、あの、うん、このシャフトを向こうにもしてもらっていいですか。ありますえ。僕、何も引っ張ってもいないですよ。もう一回。<え>全然動かない。固まってる。そう、固まってる別に頑張ってるわけじゃないんですよ。そこにいなきゃいけないんですよ。そうじゃないと、ボディで発生したエネルギーをグリップに伝えてることはできないんですよ。 この肩が外れていると、腕単体で動いていっちゃうんですよ。<ー>なので、ちょっとそこを。をどうしたら、そんなに。はい、これいいですか、これそんな難しい話じゃなくて。そう、今、この、これ、あの、力入れないでくださいね。こういう状況なんですよね。うん、それに対して。ただ、このラインを少し下げているわけです。こっちに。これだけです。え?。これ、処理はパックって言うんですけど。確かに。ここの位置にいると。ほら。ここああ本当だ。ここにいなきゃダメです。あ<ー>これだけです。 ただ難しいのはクラブエネルギー入るとせっかくそこにいても外れるとかダウンにして外れるっていう人がいるんですよ。<ー>で、えー、雪乃さんの場合は最初からちょっと外れ気味はクラブエネルギーが入った途端に重心が管理もあまりないので外れまくってるっててるいうなのでできる場合だけそのはまってる位置で 重心関与してスッと下ろしてほしいんですよ。あ確かにだから腕単体でいろいろ。そう,そうそうそう。え、そしたらもう全然こういろんなとこ行けないですね。す行けないでしょ。な一方これほぼほぼ決まると思いますね。肘軽の技して。そう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 。それでスッと下ろしてる。で、そうです。解放すればいいです。その感覚で。これ不思議なのが、はい、私絶対に、うん。 こういうまっすぐになるタイプだったんですよ。はいはい、それがなんかもう自然とプットだったらこうああそうですよね。はい、斜めになるんですよ。はい、なぜかというとそれは先ほどの話でこのここでサイドベント左サイドベントに置き換えられているものが前傾が一旦加工されて今度は右のサイドベントに切り替わってフォローを迎えるときにやっぱり体っていうのはこういう斜めの感じのフォロームになるんですよね。うん でところが生野さんの場合はあそのプロセスの中で全計画がそのままの状況でミニサイドベントを入れていこうとするからです、ね、だからこうやって出ていっちゃうんですよ。そうそれもう、まあ、ういうことの複合ですよね、うん、なんだけど一番いいのはやっぱりゴルフクラブエネルギーに任せてるっていう姿。 であのもし競技とかをされているということであればこのような形でスイングを構成していかないと多分18ホールとか何日間の試合とかで多分あ<ー>あの持たないです、ね、えプロゴルファーの方ってみんなこういう,こういプロゴルファーはもう自然に彼らの練習量の中でもうたったってやれば肩ははまってるしそのこの骨盤もきれいに整合性のあるフォルムになるわけですよ。要するにこうでもない <laughs> こうでもない,もない位置にあるんですよ。 でもアマチュアプレーヤーの方はあまりにもここからこうして子さが多いから僕はちょっと極端めにこのようなフォルムを取ってくださいって言ってそれでちょうどいいぐらいってそ。うそうそうだからこれをこうしてでさらに腕を落としていくっていうボールの内方に落としていくでそのぐらい言わないとアマチュアプレーヤーの人っていうのはこの横回転で押しまくってる人が多いので。 まずそこをやったら新しい世界に見えますよっていう話をしてい、ね、確かに、はい、新しい世界に <laughs> でやっとグリップエンドが下に向いてる感覚がありますね、はいはい、そうですねだから本来はあんまり僕ならこうやってほとんど体のことは喋らないですよ<ー>体はそれぞれなんでただ実際こうやって雪乃さんとこう会って見て それで多分結城さんはこの方がいいだろうなと思ってお話ししてるんで皆さんが皆さんに会うわけじゃないんですけどただちょっともう一つだけ打ってもらってですか、はい この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします,ししますそしてパスクゴルフチャンネルの方うも、はいえっと、私も出させていただいたので、はい、そちらの方もチェックよろしくお願いします概要欄に貼っておりますのでそちらからチェックしてくださいありがとうございました